臼井正一君。はい、会長。自由民主党千葉県選出の臼井正一でございます。平成15年4月から県議会議員として働いてきまして、その地方の思いを背負って今回発言をさせていただきたいと思います。平成12年4月に地方分権一括法が施行されて、初めての県議会議員選挙で当選をさせていただきました。いよいよこれから地方の時代が来る、千葉県が主役の時代が来ると、当時今よりずいぶん細い体で小さい胸に、大きな希望を持って、県庁の門をくぐったことを昨日のように思い出します。それ以来、私の願いとは裏腹に、だいぶ中央集権的な政治が続いてきたなという思いも一方で持っています。その最たるものが今回の平成27年公職選挙法改正による島根、鳥取、そして徳島、高知という4県による2つの合区導入であったというふうに感じています。これら4県においては、先ほどもございましたとおり、投票率の低下が顕著になって、合区反対とあからさまに合区に反対するような文言を書いた無効票が増えるなど、こうした合区に対する不満というものが噴出しているわけであります。このままでは人口の少ない地方の声が国政に届かなくなるのではないかという、切実な危機感が現れているというふうに感じています。こうした地域というのは、人材はもちろんですけれども、食料、エネルギー、そうしたものを大量に大都市部に供給してくれている地域であって、これら地方の貢献なくして国民生活は成り立っていきません。こうした合区がこれからも増える可能性をこのまま放置していいとは私は思わないわけであります。コロナとの戦いも足掛け3年になっています。このコロナとの戦いが人口減少にさらに拍車をかけているのは皆様方ご承知の通りなんですけれども、人口だけが民主主義を図る唯一の物差しとしているこの現状というものはいいものではないと私は思っています。エネルギーや食料の供給、そして豊かな自然環境の寛容など、地方はこれからもさらに重要な役割を果たしていくべき地域であります。人口減少や高齢化率が急速に高まっている離島、これら離島は多くが国境に位置しているわけでありまして、ますますそうした離島の役割というのも高まっていっています。厳しい自然環境や人口減少に伴う生活の不便、そうしたものに直面しながらも、先祖伝来の土地というものを守っていく、お墓をしっかり守っていくんだという地方の声に我々は応えていかなければならないと思っています。豊かな農村や里山、そして漁場、こうしたものも日本の大切な自然環境、原風景であります。新しい世界が見たいというのも必要ですけれども、今まで通りの風景を残したい、これも日本の大事な考え方だというふうに思っています。政治的な関心、社会的な関心というものを我々がそうした地方にしっかり向けていかなければ、そうした地域の人口減少というのがこれからもさらに加速していくことは明らかだと思います。都道府県単位での地方の声を着実に国政に届けられる選挙制度の実現、これを目指して地方6団体はですね、それぞれ独自に合区解消に対する決議を採択しています。もちろん投票価値の平等という理念は、それ自体極めて大事な考え方でありますが、それは衆議院の方でですね、細かく意見を聴取するということで補っているというふうに思っています。やはり地域性、都道府県単位、そして職能の代表、こうした参議院の独自性というものは、極めて民意を反映させる上で大事な考え方だというふうに思っています。もう時間がないので飛ばしますが、都道府県は歴史的、政治的、経済的、社会的、文化的にも意義と実態を有し、国民にとって重要な役割を果たしてきています。以上の観点から自由民主党として、参議院は全国比例選挙と都道府県を単位とする地方選出によって構成する価値を堅持し、合区が解消されることが肝要だと考えます。自由民主党として憲法改正を行う際の最重要事項4項目の1つに、合区解消の価値を掲げるゆえんであります。法制局長からも説明があったとおり、一票の格差をめぐる高裁判決の状況が厳しい状況となっている中で、我々としては合区を解消しつつ、一票の格差の問題を根本的に解決する方法として、憲法改正を早急に行うべき
十分な立法事案が事実があると、これを意見表明して私の意見表明といたします。